ます。超人多くないですか。いや、桜ね。があるから。ああ、そういうことね。このタイプよね、いるの。オーディ缶でバーナーがこのタイプの。あ、そうですね。多分そのタイプやと思います。なかったっけ、探したら見つからんかったっけ、買ってきたんじゃん。高いでジェットボイル。買ってきたっていうのが意味が。1万なのこれ。2万嘘やろ。1セットでこれ。おわりですか。マジか。ストーブ。ああ、風防。五徳風防。五徳風防。ああ、なるほど。はい、ちゃんと袋も入ってるね。あ、なんか結構ちゃんとしてるって。ちゃんとしてるね。何、マルチバッグ？いや、ラグカンバッグですね、確か。おお。これ入る？入るはずです。はず。上下でなってるから面白いね。上下で開けて珍しいですね。うん、上普通はね、片方だけとかってなんか入れるの得意でしょ。これちょっと隙間のとこ。ちょうど入るな。ああ、なるほどね。考えて作っちゃうね。ちょうど。うん、ここの高さがここにぴったり当たる方が動かんけへんよね。うん、これはボンベ4つ入るんじゃない？あ、そうですね。ガスボンベだったら4つ入ります。4つ入る。ここにちょうど十字になるようにマジックテープ、ベルクロがなってるから。うん、ガスを4本入れなさいってことですね。うんうん、まあガスなり、まあガスぐらいか、このスペースだったら。うん、オイル系ですよね。CB、うん、CB 缶が入るんじゃないの、ちょうど。うん、なに、競輪、幸せの金が。競輪じゃん。競輪か。上下ランタン色がですね、シルバーやら黒やらあったんですけど、色が後で剥げてきたのもいいかなと思って。誰が剥げるんですか。まだ今言うだろう。シャリッとそういうところでピンと反応するよね、君。だけ帽子かぶってきちゃう。で、たまたまモンベルとか買っちゃう。それ6000円ぐらいするんだろう。違う違う違う。2000、2000なんぼよ。君のことだけ桁が違うんじゃない。アウトレットの、アウトレットのゴアテックス。ああ。なんかすごい高級な。おお、なんか。なるほど。良さげな。あ、組み立てるのね。うん、ああ、なるほどね。足がこの下入っちゃうんだろ、どうせ。ああ、なるほどね。なるほど。もう見る前から分かってるぞと。なんかね、俺持ってるからさ、これ。あ、そうなんですか。ムーン、え？なんかね、キャンピングムーンか。ああ、なるほど。ああ、やっぱ作りはほぼ一緒だね。ちょっと、俺のはね、アルミじゃけ、これアルミじゃないね、これ。あれ、伸びんのこれ。いや、俺なんか伸びそうな気がするから、どうやって伸ばすのこれ。こういう時のためにですね、説明書っていうものを付属しております。うん、どこに？そこに。日本語かどうかは分かんないけど。ああ、多分違うね、これ。英語と中国語だった。おっと。日本語は、ないね。残念。これは足は引っ張ったら出るんか。ああ、分かった分かった。がこうじゃ。引っ張るタイプですか。この、何？この、これ、これ、これがロックで、うんうん、これをこう引っ、いや、押し下げて。なるほど、そういうことか。俺がいつもやりよるみたいな、足引っ張るってね。そうだね。やってなかったっけ。溺れたら足引っ張るんだよ。うん、もちろん。なんかでもさすがに綺麗に作ってありますね。ああ、この俺これ収縮はえいかもしれんね。俺のはこう全部こう、あ、回すやつです。回してはめていくやつ。これを探しよった。見つからなくって結局これを買う羽目になった。ね。あ、ありがてえ。これ当たるね。当たるね。かさ上げしらねえけど、ね、かさ上げ線にはこれ無理だね。このタイプダメじゃね。ジョイントのあれがいるね。中間が、うん、あ、これはダメじゃね。こっちしようか。これね、どの分もそうだけどあそこ当たるんよ。なるほど、うん、このジョイントパーツがついてるともっとポイント高いですね。こいつだったらいけるんじゃない。こっちは多分大丈夫じゃないかな。あ、それもギリかもしれないな。あ、いけそうだね。あ、いったね。あ、これは大丈夫だ。ああ、なるほど。これただ上に上げれば上げるほどグラグラするっけ、すごい安定が悪い。ああ、なるほどね。うん、あ、そりゃそうですよね。上にしかも鍋とか乗るわけですもんね。そう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 。他には特にパーツついてなかったですもんね。ここだけだね。これでさらにつけようと思ったらあれがつくはずです。この下のこれが。ああ、ああ、ごとく、ね、はい、このごとく重すぎるんじゃない、多分ね。うん、
しんどい気がする。あ、まあでもそうでもないんか、そうでもないんか、安定が良さげだね。うん、あんまり、あんまりでもないか、これ悪くはないね。下がちょっと、このね、さ、このクラクラするじゃん、だけ、あんまり伸ばさん方がいいかもしれない、ね、と思うね。そうですね、あのヒップ、そうそう、うん、いや使うんだったらこれじゃないですか、うん、あの安定考えたらこんぐらい。だってあの登山とかでこんな高いを上げてからやることないね。まあそうですよね、これだと、これだと、まあ、だ全然まだいいですね、まあ、ただあのこういう構造上いなし方がない、多少はぐらつきますけどね。あれですか、ちょっとローチェアとか座って横でなんかこう調理したいっていう時に、そうね、テーブルは使いたくないけどこれ使うみたいなイメージですかね、うん、あ、低くしたらダメだね、これこれ中心にこんのじゃけど、あ、ここなんかね、うん、そこじゃなくてこっち、どっちでもできる、樋口を下げられるよ。あ、まあ、もっと下げれるんじゃ、樋口、ここにやったら、うん、ここにもあるし、あ、なるほど、樋口高さが調整できるんじゃ、うん、なるほど、樋口が遠くできるように、うん、ね、種類があるだけ、一番下まで下げられるんだよね。1、2、3種類あるんよね。2、3種類あるんよね。なるほどね。樋口一葉じゃ。だ、スルッと流したのみな。ん？まあ、この十字があるだけ。まあ、安定はあるよ、ね。安定はありますよね。この棒だけだったらすっごいグラグラするけど。グラグラしそうですね。これ乗して。ちょっと小さい。多分これがプランプランじゃけ、うん、多分無理ちゃう。やっぱ背高くしないとダメですね、それだと、うん、ギリ一番下で、もしかしてギリちょうどか、ちょうどいいんじゃない、あれいいじゃん、いや、あー無理か、浮いちゃうよ、1個上げるぐらいか、おお、まあこのぐらいの高さだったら、うん、悪くないね、まあちょうど真ん中ぐらいか、なるほど、まあこれだったらいいですね、まあこれぐらいよ、やって高さ、ね、まあでも小スペースって考えればありかなって、うん、よし、冠山も猫が来てた、あ、マジですか、うん、夜中に何の音、猫やないかいさ子供の目はタヌキがあるけど、光が動きようだろうと思って、ピッて光ってたら、カルキやな。ここに、立て、これボール。大丈夫。平家。ボール。平家、平家。ボール。こうだった、こうだった。君は何をしてる？ポップコーン、ポップコーン。パプか？もう一緒や。あ、ここまで来た。開けよ、俺さ。ちょっと手が、あ、ティッシュ。よし、じゃあ。おはようございます。なあ。うまい。生き返る。いただきます。ちょっと。塩があんまり足らなかったな、塩、はい、あ、でも今日こんなに人が多いと思わなかった、俺びっくり、いや多いな、俺分かっちゃったっけ、俺全然分からなかった、俺もこんなにおると思わなかった、うん、だってこのシーズンは多いやん、土日は、うん、これ、うん、でかっ、でかい、あ、びっくりした、でかいって、あ、違う、なかった、いやいや、これがでかいのかなと思ったらそうじゃなかった、俺のはでかくないよ、そうですね、そうですね、これはもうこのまま行ってください、何でそれ、鶏のたたきの生姜とたたきの、うん、わさびがいい、
いや、わさびある。ございません。少しだったら、少しだったらまだこっちもと。あ、マジですか。少し残ってる。ございません。あ、全然普通にある。生姜だったらこっち。刺身に生姜はちょっと。あ、鶏刺しは生姜なんですか。鶏刺しは生姜。とあの馬刺しは生姜よ。あとはニンニク、ニンニクのもある。うん。ポップコーン刺身食うとうめえ。ね。ね。止まらなくなるんですよ。うん、サティスファクション。ただの生姜じゃないですけど。映画館って、あ、まだあるんか、ポップコーン。いいかもらおう。映画館のね、でもポップコーンなんか最近あれですよ。ちょっとおしゃれ気になんかかかっちゃったりする。そう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 、あれはちょっとよろしく。単純に塩味ないやろ、今も。ないことはないな。ないことはないけど、うん、キャラメル味とか、なんかバターとかなんかちょっとあるんじゃなかった。俺もちょっと叩きいただきます。どうぞどうぞ、しっかり食べてくれ。うん、ダブッとつけて。ダブッとつけて。うん。でも、叩き食べるの、でも鶏生に近いのって九州ぐらいでしょ。うん、他は他あまり全然ないもん。うん、馬刺しはあるけどね。馬刺しは九州だね。長野とかも、うん、長野もある。長野とかあっちの方も確か馬刺しある。うん、まあそれよりも佐田さんはあっちの方じゃろうけ。うん、結構。マリンちゃん命じゃけ。今日マリンちゃんの誕生日じゃろうや。出た。言うてましたね。なんか生誕祭やろうみたいな。生誕祭よ。マリンちゃん。取り刺し来てください。取り刺し。取り刺し？寂しいなその生誕祭。でも取り刺しとか日本酒とかすげえ合いそうですね。うん、あ、もう開ける日本酒。日本酒出す？あ、出します。いや、俺土産で買ってきたのがあるけ。持ってこようか。あ、ありがとうございます。いや、こんな日も高いうちから。まだ飲んだことないんだけど。こんなの土産にするっておかしいよね。乾杯。乾杯しましょう。日本酒で乾杯。早いよ、日がまだ。はけ。うん。あ、飲みやすい。甘くないけんじゃないこれ、うん、辛い。これプラスちょっと辛口やね。辛口で、うん、あ、うまい。うまい。馬路村の手前のところの安田っていうところのお酒。え、うん、馬路村っていうところ行っちゃったんですよ。高知だけなんの、の手前の 安田っていう町のところのお酒だったと思う。トサトゥル、うん、あ、いいっすね。だって高知って日本酒じゃやっぱり、うん、酒豪っていうか酒飲み飲む人ばっかりのイメージですよね、うん、日本酒ばっかりのイメージだけ。このなんか今の流行り の柔らかい飲み口とか一切関係ない感じのやつがいいですね。昔ながらの日本酒っていう感じだね。これがいいよね。でそれでこれを お土産で買ってきたんですよ。なるほど。四万十町によってそうだ。島ちゃんの鯛めしのイメージって何？ん？鯛めしのイメージ。ん、どういうことですか。鯛めしって言うたら、いや、どういう鯛めしを想像する。ご飯にも炊き込んで、で、ホクホクの、ご飯の上に鯛を乗っけて、うん、電子レンジ、炊飯ジャー入れて、で、炊いてっていう感じよね。で、ほぐす後で、うん、普通の考えよね、まあ、でも違うんよ。で、それね、宇和島の方に行って、道の駅に行って、はい、で、まあ、鯛めしってね、愛媛有名だけど思って、で、入って鯛めし頼んだら、その、だしにつゆに卵溶いて、で、はい、おひつにご飯があって、それをご飯を茶碗によそいで、お刺身の鯛の刺身とそのと冷たい汁をかけると。ああ、なるほど。まあ、鯛めしじゃ鯛めしよね。鯛茶漬けみたいな。そう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 。まあまあまあ。だけど冷たい。あったかいお茶漬けじゃなくって冷たいお汁のやつで食べるやつのがあって。あ、なんか向こうじゃそれが鯛めしなのかなとかね、うん、で地域でちょっと違うんだなっていうのも、あれそういう食べ方なんなんですか。冷や汁みたいな。そう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 。冷や汁っていうのがあるなってね。あんなか本当冷や汁っていう感じ。確か どこだったっけあれ、まあ、なんかテレビで見たな。で、まあね、今これアパートでも猟銃持てるっていう。あ、うん、昔はダメだった。うん、いや、うちはでも社宅にいたよ。どなり持てるらしいもん。いや、昔々だけど、社宅に持ってる。いや、昔って俺はすごい昔ってあれよ。ああ、そっか、200年ぐらい前はそうよね。おい、俺は何あ、ごめん、20年だったの。鉄砲伝来の頃です。平和銃。いや、でもそれは種子島。もうそれは1600年とか、もう400年とか前の話。それこそ戦国時、小町、クロータンで。ああ、あれ続き読みたいんだよな。思うよ。単行本持ってます？持ってないけど、あのネットで。ああ。うん、
こうちゃん見て、多分ハマると思うよ。何が？俺もだから戦国少女、戦国小町クロータ ータっていうのがあるよ。めっちゃ面白いよ。あの、誰かに織田信長、信長の時代にタイムスリップっていうかして、女の子、農業高校の女の子がタイムスリップしてそうそうそう、で農業改革をしていくっていう。それであと何、兵器とか武器とかいろんなもの作って。俺あれ久しぶりに単行本欲しいなと思ったんだよ、うん、あれはね、学校に置くべきと思う。あれ見るべきと思うけど、なんであれが本当に有名、あれアニメ化せんかな。俺なんだっけ、異世界物でなんかあの犬をなんか仲間にするやつがあるんですよ。ああ、食い物のやつ、食い物のやつ、あのでっかい犬がフェンリルと、あ、そう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 、これあれとんでも好きでだっけ、あ、そうだ、とんでも好きだ。あれ俺漫画見よったっけ。いや、でもね、俺あれ漫画化するんだったら戦国小町やった方が絶対面白いと思うんですよね。しかもなんかね、マニアックすぎるんかね。しかもね、あれをね、俺はね、NHK でやってほしい。あ、そう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 、ね、あれ NHK でやるべきだね。やるべきですよね、うん、ごめん、声とか大丈夫撮ると邪魔になってない、大丈夫動画を、うるさい時は言ってね、その時黙った多分無理だけど黙る。いやいやいや、ちょっとぐらいは撮る間ぐらいは頑張る。節操がないけどダメよこいつ。いや、それほどでは誰が褒めてるんだよ。誰も褒めません。向こうの撮影です動画撮り。いや、ごめん、うるさい、俺声がうるさいけど、ね、何て言うの、そうなんだ。もう一回、あの向こうのサーカスの女の子にもあげてくれ。おお。いやでも気をつけないと、あのおじさんが声かけたら、女性は。あ？警察が来る。だって用済ませたんで。だって40代、50代、50代です。マルチグリルグリル。まあ、それでやったらダメって感じだよね。危ないって感じ。カセットコンロ、あの、ボンベの上に鍋かかるから。あれ見たら多分ダメだと思うから。腹だけもダメでしたもんね、確か。確かだってあれも変形すると思うから。あ、俺の全然軽いね、これ。やっぱ体だけできたらね、あの、パン焼いたりとかなんかできるんですけどね。無理無理無理、アルミは無理無理。ねえ。ただこの GHQ のやつ、じゃあ GHQ じゃなかった。GHQ 日本占領軍から何ですか、マッカーサーに、マッカーサーやの GHQ。 まだ戦後でしたから、まあ、まあ戦後は戦後だけど、やっぱこのお父さんって戦前だねって感じ。このお父さんつい出てしまったよ GHQ。 なんで GHQ になるんですか。あれですか、あのこのポップコーンもしかして闇市で販売されてるやつですか。そうよ、米国通帳とかなんかそんな感じなんだ。やばいじゃん、闇市とか米国市とか。さあ、追加です、はい、うまいもんだね、高賀さんで。よう分かるね、蓋したまま感覚やろ。一人用だけ。世代が違うけど分からんの。おかしいね、うまいばっかよね。はい、レリーはこれいいよね、俺こういう前からこういうの欲しいんだけどね。これもう夕焼けにある。